今頃伊賀の女子どもはさぞや迷惑しておりまする。私もお供しとうございました。つば隠れはまだ踏み入ったことがありませんゆえ、はあ、つまらぬ。こたびの忍法ご上覧のせいでお恋は暇を持て余しております。兄様たちはお屋敷に詰められたまま、茶飲み友達の地主殿まで駿府へ立たれ。じゃあその時は兄様も一緒に。部活ではなくてよ父上、クラブです。家にいろ。それは父上の方に申し上げたいわ。姫様には関係ないわ。ただ付き合ってくれただけ。スチールガールズ、いえ本当のスチールガールはこの私だけよ。お母さんが迎えに行ってこいって、またみんなでやり直そうって。私本気だよ。え、私だったらルークを悩ませたりしない。呼び出してくれたら夜中だって駆けつける。パーティーの時は隣で笑ってる、ずっと笑ってる。ルークを絶対に一人にしない。アマンダ、でも俺は。まだ言わないで。ちゃんと時間かけて、ちゃんと私のこと見て。バカ言わないで、デレクトゥース分岐点まで吹っ飛ぶわよ。ダメです、全く歯が立ちません。次のお料理まだ？待って。はい、一丁上がり。これ搬送お願いします。見てられないな。で、何手伝えばいいの？机？椅子？運動部の子も文化部の子も。あんな風に言われたらまるで私が悪者みたいじゃない？お前を逮捕する！駐車違反容疑だ。はあ、そういうお前は小さな恐竜ノラミミラだな。どうやらお前はこの逮捕に意義があるようだな。言ってみろ。段取りしっかり覚えとけよな。これはね、私が愛した男の一部なんだ。え？正義感の強い男でね、世の中の真実を伝えるんだってフリーのジャーナリストになって私に珍しい話を聞かせてくれたものさ。でも最後はあっけなかったな。え？紛争が起きた国に行った時のことだ。地雷を踏んだらしくてね、私なりの弔いってのかな。すいません、変なこと聞いてしまって。今作ったにしてはまあまあの話だろ。は？成人男性の頭蓋骨がこのサイズか？どう見ても猿かなんかの頭蓋骨だよ。君常識で考えなさいよ。